日の丸自動車株式会社は、主に、鳥取県でバスを運行する事業者である。本社は、鳥取県鳥取市古見620。かつては、鉄道事業も行っていた。また、同社に合併された米子交通はそれ以前に、米子電車軌道と称して、路面電車を営業していたことがあった。詳しくは、各路線項目を参照。なお、 東京地区で運送業等を中心に営業を行っている日の丸自動車、岐阜県でタクシーを営業している日の丸自動車、北海道帯広市の北海道幸運グループの日の丸交通、北港梅田グループの日の丸交通とはいずれも全くの無関係である。航空事業も展開しており、全日空鳥取地区総代理店、米子地区総代理店の業務も行っている。詳細な運行案内及び、 発見業務、共同運行に関する事項は、当該記事及び、外部リンクの日の丸自動車サイトを参照のこと。詳細な運行案内及び、発見業務、共同運行に関する事項は、外部リンクの日の丸自動車サイトを参照のこと。詳細な運行案内は、外部リンクの日の丸自動車サイトを参照のこと。詳細な運行案内は、外部リンクを参照のこと。 詳細な運行案内は、外部リンクの日の丸自動車サイトを参照のこと。東部鳥取駅発の路線には一部を除き、行き先番号が表示されている。なお、鳥取駅業については、行き先番号がない。中部2018年より、路線番号を表示している。1桁が倉吉駅方面、10番台が倉吉市方面、70番台が三笹町方面。 80番台が北栄町、小浦町方面、90番台が倉吉市方面となる。ただし、2019年10月1日に運行を開始した倉吉総合産業高校線のみ、路線番号が表示されていない。西部2020年4月1日より、路線番号を導入した。これに伴い、米子駅、バスターミナルの乗り場が一部変更され、 路線番号の10の位は同日以降の乗り場番号と連動している。国道9号の高島山へ、公海道前の各停留場の停車については以下の通りとなる。緑ナンバー白ナンバー緑ナンバー貸切り観光バス、運行なので定期的な運用はない。グループに日の丸総本社があるため、日の性が多い。ヒュンダイユニバース、トヨタハイエースも所有する。連結会社は、 日の丸観光トラベル、持ち分乗り子会社、鳥取バスターミナル以しかなく、ほとんどの関連会社は創業者や株主が共通している企業で構成されている。主要17社で、吉友クラブという親睦組織を形成している。a b c d e f g h i j k l m n の日の丸自動車株式会社。第1 3 9期有価証券報告書。 鳥取県郷土が誇る人物史鳥取県教育委員会1990年3月 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 日の丸自動車株式会社第121級下証券報告書日の丸自動車鈴木文彦日本のバス104年の歩みとこれから鉄道ジャーナル社35ページ ISBN 978から4から 415314884AB、出雲、鳥取に高速バス3時間25分、3月16日から運行。日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスラソ 97349750W6A210C1LC000。 2019年2月28日、閲覧。AB、市場タバス、日の丸自動車、松江鳥取線、大国の望を廃止来年2月28日運行分で。トレイシー、2019年2月28日閲覧。第2回鳥取県中部地域公共交通協議会、市外、倉吉市役所企画産業部企画課。 ピアニッシモ、も、60から61、2018年12月19日、閲覧。茶ャ地区、高城地区予約型乗り合いタクシーご利用案内。倉吉市役所企画産業部企画課。2018年12月20日閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。 バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。バス路線番号の設定等。米子市役所総合政策部交通政策課。2020年1月17日閲覧。 AB 東京線キャメル号路線廃止のお知らせ。日本交通2021年2月15日閲覧。AB 高速バス東京線キャメル号路線廃止のお知らせ。日の丸自動車2021年2月15日閲覧。鳥取市大和地区で優勝運送スタート。日本海新聞。 https://www.nnn.co.jp:/today://190404/20190404144.html2019 年4月8日閲覧案件5川中江交線の廃止について鳥取市役所都市整備部交通政策課2018年9月30日閲覧案件6 鳥取市有償運送の路線新設変更について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2018年9月30日閲覧、大仙ループバスの運行、米子市役所総合政策部交通政策課、2020年1月17日閲覧、平成25年3月31日駅北た循環バスは運行を終了いたします。倉吉市。 2013年3月15日閲覧。無料シャトルバスの運行開始とバス乗車場所の変更について、ウィンズ・ヨナゴ。日本中央競馬会。2019年7月27日閲覧。日の丸自動車株式会社、吉友クラブ。日の丸自動車。2013年3月17日閲覧。ありがとうございます。